皆さん、こんにちは。私のチャンネルへようこそ。俳優伊藤沙利、伊藤沙理、伊藤沙理、と ENHYPEN、エンハイプン）のメンバー n i k e 期が出演するマクドナルド、三角チョコパイの新 TVCM、キレキレ収穫再編が10月8日から放映されることが決定した。ENHYPEN EN の n i k は単独初の TVCM 出演となり、 5年連続で、三角チョコパイの TVCM 出演となる伊藤沙里と初共演する。動画、NIK と伊藤沙里がキレキレダンスを披露するマクドナルド新 CM。伊藤沙里と NIK が息ぴったりなキレキレダンスで喜びをあらわに。新 TVCM、キレキレ収穫再編。では、秋のもみじが美しい公園で、秋冬の風物詩である、三角チョコパイ。 の到来を喜ぶ伊藤と N.I. 毎年恒例となっているリップスライムの「太陽とビキニの替え歌」「三角チョコパイの歌」に乗せて毎年テイストの違うダンスで魅了する伊藤沙莉と世界中を虜りこにする NIK の圧巻のダンスパフォーマンスによってさらにキレッキレに進化したダンスを披露するキュートな三角ポーズやお二人のアドリブダンス お芋と歌うご機嫌な歌詞にも注目してほしい。撮影エピソード秋を感じるスタジオにこの季節が来た6月上旬に行われた CM 撮影に秋らしい装いの伊藤と NIK が登場し三角チョコパイの CM 撮影がスタートした5年連続で CM 出演となる伊藤はこの季節が来たとワクワクすると喜びの表情を見せ n i k e は初めての単独での CM 撮影に、緊張しすぎて昨晩は寝られなかったけど、楽しみです。と笑顔を見せながら、撮影に臨んだ。ののののの。ダンス覚えの速さに振り付師もびっくり。過去シリーズと比較して最高難度のヒップホップダンスに、はじめコンテを見た時には、無理だろ。と思わずスマホを投げてしまったという伊藤。 しかし、撮影当日のスタジオから練習を始め、短い時間の中で完璧に覚えてしまって、プロの振付師もびっくり。撮影合間のディレクターからの突然の指示にも完璧に答える伊藤だった。ののののの、息の合ったキレキレダンスに、思わずハイタッチも。世界中をそのパフォーマンスで魅了する NIT のキレキレのダンスと、伊藤の可愛らしいアドリブは、まさに化学反応。 初共演とは思えないぐらい息もぴったり、カットがかかるたびに、現場のスタッフからは、すごい。と大歓声が上がり、伊藤と n i k も手応えを感じるかのようなハイタッチもあった。ののののの、思わず2人が目を見合わせる、三角チョコパイの美味しさ。CM 撮影のシーンでは、伊藤が、三角チョコパイ黒、を、n i k が、三角チョコパイお芋とキャラメル。 お食べ、ダンス中の真剣な表情から一転、一目でその美味しさが伝わるような笑顔があふれた。インタビューでも、美味しさや思い出を語っている。練習生時代の思い出や秋に挑戦したい意外なこと。伊藤サリ &NIK インタビュー。QNIK さんはマクドナルドの TVCM 初出演となりますが、撮影を終えての感想をお聞かせください。NIK 今回が、 単独で初の CM デビューだったんですけど緊張しすぎて昨日寝られなくてすごい緊張していたんですけど今日一日中楽しく撮れたので早くメンバーたちにも見せてあげたいです9初共演してみてお互いの印象はいかがですか伊藤最初本当一発目はもうシンプルに綺麗な顔だなって思いましたけどわらやっぱり見とれてる場合じゃないから とにかく一緒に楽しいものが作れたら嬉しいなって思いました。お写真とか映像とか見させていただいてすごいクールな印象っていうか、でもすごく優しい方で、ニコって笑ってお話ししてくださったので、ほぐれましたね。NIK、すごい緊張してたんですけど、撮影の雰囲気を明るくしてくださって、すごく緊張がほぐれました。ありがとうございます。Q。 今回のダンスを踊ってみた感想や見どころを教えてください。NIT 今回のマクドナルドの CM の曲がすごく可愛らしい曲なんですけど、そこにヒップホップの僕が得意なジャンルのダンスを踊って楽しくサイリさんと一緒に撮ったので、ヒップホップの魅力にも注目していただけたら嬉しいなと思います。伊藤、いつもの変な動きで前進するみたいなところで、いつもの三角チョコパイの CM と、 リンクしていたりするから、融合っていうか良いマッチングしていてすごい新しかったし面白かったですね。9定番の三角チョコパイ黒新作三角チョコパイお芋とキャラメルを実際に味わってみていかがでしたか ?NIK 三角チョコパイが韓国にはなくて何年も食べられてなかったんですけど今日こうやって久しぶりに食べられて。 昔の思い出が浮かんだ瞬間でしたね。伊藤最初のサクっていう食感とこのパイ生地を一口食べた時からふわって「あーこの季節来た」っていうかなんかすごくワクワクします毎年食べてるけどこれが食べられる季節っていうのは本当に幸せだなって思いますし相変わらず美味しかったです9マクドナルドに関する思い出やエピソードを教えてください NIT 韓国での思い出なんですけど練習生の時に練習が終わってちょっと時間が空いたら練習室の近くにマドナルドがあってそこで韓国語の勉強を23時間してましたねでもそれがすごい思い出ですわら Q 今年の秋に挑戦したいことはありますか伊伊天天ぷぷら、わら、N.I.K. 家で天ぷらを揚げるってめちゃくちゃ難しいです。秋だけじゃないけど、山菜とかすごい好きで、美味しいものもたくさん増える時期なので、そういう新しい料理を習得したいなって思ってます。NIK 僕はもみじを見に行きたいですね。メンバーのみんなと。日本にツアーしに来ても、休む時間はあんまりないので、もしその休暇をもらえたらメンバーのみんなともみじを見に行きたいですね。9. 最後にマクドナルドのお客様やファンの皆様にメッセージをお願いします。n i k 今日こうやってサイリさんと一緒にマクドナルドの CM を初めて撮らせていただいてすごく光栄ですし、ENGENE、エンジン、ENHYPEN のファンの故障の皆さんにもたくさん見ていただけたらと思います。いっぱい食べてください。伊藤相変わらず美味しい黒のスタンダードと、お芋とキャラメルが新しく出て、 皆さんが想像してる以上に毎年毎年美味しいのでぜひぜひこのダンスをしながらマクドナルドへ行ってください。わら。どう思いますか気に入っていただけると嬉しいです。また次回お会いしましょう。